お元気ですか。山の里子のどよた。里子のどよタイムです。今日は朝原京村作詞、中山新平作曲のてるてる坊主お送りしたいと思います。中山新平さんは、それまではカチューシャの歌とかゴンドラの歌といった大人の歌を作っていたのが、てるてる坊主、この曲が童謡で初めて作られた歌なんだそうです。この曲をきっかけに雨降りやシャボン玉といった名曲も生まれたんですね。実はこの曲はね、4番まであったとかいうお話もありますけども、一つ削除されたんだそうです。またそういうのも調べてみると面白いかなって思ったりしています。梅雨はもう明けたんでしょうか。暑い日が続きますが、皆さんもお気をつけください。雨が降らないように、私も今日はてるてる坊主じゃん作ってみました。それじゃあまたね。山のさとこでした。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。